関西お寺、御朱印巡りの旅、君井寺。はい、ということで君井寺の参拝動画作りましたので早速見ていきましょう。まず場所の確認です。君井寺は、和歌山県の和歌山市にありますね。結構ですね、和歌山の中心部から近くて電車でも車でも行けるような、結構便利な場所にあります。はい、続いてお寺の基本情報を見ていきましょう。三号君井さん、お寺の名前が金剛法寺っていうのが正式名称ですね。普通君井寺というふうに呼ばれてます。宗派は愚瀬観音宗の総本山ですね。で、本尊が十一面観音で、創建が770年の奈良時代です。愚瀬観音宗って珍しい宗派ですね。はい、で、会期が以降承認、中国唐の、お坊さんですね。で、文化財が、楼門だったり多宝塔だったり、あと本尊だったりが重要文化財です。で、西国33所の第2番札所になってますね。で、入山料は200円と安いです。はい、はい、で、こちらが重要文化財の楼門ですね。はい、楼門というのは、2階建てで1階部分にあの屋根がない門ですね。で、1階にも屋根がある、2階にも屋根があるものは二重門っていうふうに言います。京都の、南禅寺とか、あとは知恩院とか、その辺が二重門で、もうめちゃめちゃ立派ですね。はい、で、門の前にはこうして閻魔大王像がありました。これはかなり新しめに見えたので、聞いてみるとですね、去年の12月だったかなにできたばっかりっていうことでした。本当綺麗な閻魔大王様の像でした。はい、で、この楼門の中には、金剛力士像が安置されてます。阿行と運行ですね。ちょっと正面からはこの網網で見にくかったんですけど、横から見ると、よく見ることができました。で、門を越えるとこうして階段、長い階段があります。231段あるそうです。基本的に参拝に、本堂のある中心部に行く際はここを通るんですけども、足の悪い方なんかは、この階段を登らずに別ルートで上がることもできるようです。ちなみにこの階段はですね、下から上まで、登る最短の記録があるそうで、それが、21秒だそうです。早すぎですよね。231段を21秒なんで、1秒で11段、1秒で11段登ってる計算になりますね。めっちゃ早いですね。で、これが、三聖水ってやつなんですけど、君井寺はこうやって水が出るところが3箇所ほどあるそうです。で、その水っていうのが、君井寺の三聖水というふうに言われていて、日本の名水百選にも選ばれているそうです。で、他にも、階段の途中にはこうやって、不動明王のお堂だったりとか、他にも、弘法大師空海のお堂だったりっていう感じで、いろいろ階段の途中にあります。だから231段って言っても、途中休憩して見るものも結構あるんで、そんなにこう、なんていうんですかね、下から上まで登るの疲れるって感じでもないですね。だから、楽しみながら登れるかなというふうに思います。はい、それからこの君井寺ですね、桜が有名なお寺でして、この行った時は冬だったんで、もちろん桜咲いてないんですけど、境内に500本桜が植えられてるそうです。ですんで、日本桜名所百選というものにも選ばれているそうですね。で、こうカフェがあったんですけど、このカフェはね、この日は閉まってました。で、これ本堂のあるエリアなんですけど、このエリアには本堂の他に、六角堂とか、鐘楼とか仏殿とかがあります。本堂と、鐘楼は重要文化財ですね。仏殿っていうのはめちゃめちゃ巨大な千手観音が、安置されているところです。で、本堂の中には、本尊十一面観音とか、あと千手観音とかいろいろいるんですけど、基本的に見ることができません。十一面観音と千手観音に至っては、秘仏で50年に1回しか見れないそうです。で、これ今映ってるのは、多宝塔ですね。本堂から向かって右側に、階段に上がったところにあって、これも重要文化財です。ちょっと柵がしてあって近づくことはできなかったんですけど、朱色の綺麗なお堂でした。で、続いて、本堂の向かって左側ですね、こちらにあるのは霊宝堂という、ところです。で、この中に何があるかというとですね、しゃもじです。大量に置かれたしゃもじとか、あと壁に貼り付けられたしゃもじとか、あとはタワーにされたもう大量のしゃもじとか、もうとりあえずしゃもじだらけの、ところでした。他には一応
一応というか、グゼ観音の仏像とか、あとは絵がたくさん結構ありました。結構ね、見てて楽しかったですけど、この中に入ってる人全然いなかったんで、ちょっと、まあ、目立ちにくいところにもあるので、もしかしたらね、気づかないっていう場合も結構あるかと思うんで、もし行かれた場合はね、ぜひ行ってみることをお勧めします。で、こちら、仏堂ですね。仏堂にはこうして、巨大な千手観音像が安置されてます。高さが12メートルあるそうです。で、作りは、木造の寄せ木作りという、いくつかのパーツの木を組み合わせて、一つの仏像にするという作りになってます。で、この仏殿はさらに奥に入って3階に登ることができます。3階がちょうどこの千手観音の顔の高さよりちょっと高いぐらいの位置ですね。ですので、こうやって実際上がるとこの君井寺の街を一望できる、結構ね、眺めのいい場所になってます。ただでさえ231段の階段を登って、でさらに、この3階建てを登ってきてるので、結構ね、この位置は高い場所になります。奥に海も見えます。で、ここさらに奥に行くと君井寺の境内をこうして見ることもできます。これおそらく春の桜の季節だったらかなり、綺麗に見えると思います。この枯れてるのが多分ほとんど桜ですね。はい。で、こちらが、君井寺でいただいた西国三十三所第2番札所の御朱印です。真ん中には救世殿と書いてあります。1300年記念印は、桜と本堂ですね。はい。では参拝終了しましたので、君井寺を振り返っていきましょう。まずお寺までの道のりですけど、大阪市内から車で1時間ちょっとで行けました。結構近いですね。で、電車でも行くことができます。電車だったら多分1時間半ぐらいですね。で、見どころとしては、仏殿の、中のやっぱり巨大なあの千手観音ですね。黄金の、あれは君井寺行ったからには必ず見ないといけない、ところですね。で、参道の難易度、これは中程度かなという感じです。231段の、階段というのはやっぱり簡単ではないですね。ただ、結構楽しく登れます。春はさらに桜も綺麗だと思うんで、その時はいいですね。で、広さはやや広めかなというところですね。人の多さはちらほらそこそこいるなという、印象でした。そんなに多いっていうことはないです。で、所要時間の目安としては、30分から1時間程度で、全部を回れるかなといったところです。もちろんね、休憩しながらとかだったらそれ以上かかるとは思います。で、御朱印の種類ですけど、これは結構ありました。7種類ぐらい、正確にはこれ毎回覚えてないんですけど、7種類ぐらいはあったかなというふうに思います。はい。それではこれで、君井寺の参拝動画を終了します。さようなら。